のタイトル、異常事態が発生する。今季 MLB で大活躍するも、右脇腹を負傷し、欠場が続く大谷。一方、MLB 指揮者のアキーノ瀬氏は、大谷は休養すべきとの見解を示しており、大谷は、今シーズン残り試合全部休んでも、本塁打王と MVP は得れる。来季の大谷のことを考えると、今季は故障の、リハビリに専念すると言っても、誰も文句言わない、といった趣旨のコメントを残している。新たに故障するリスクを考えたら、休んでしまった方が良い。もう休んで手術に向かってください。確かに、もう出ずに、治療に専念した方がいいと思う。本塁打王と MVP は、取れそうだし。普通はそう考えますし、私も同意見です。ただ、大谷は、我らのような凡人とは違うのでね。彼は彼なりの考えを持って、プレイしたいと思ってるんでしょう。打っても打たなくとも、顔を見せれば話題の中心です。このまま怪我の治療に専念しても、誰も文句は言わない。その通りです。同感。先々のことを考えたら、それが一番かも。今で終わりではなく、まだまだ先があるのだから、日本人初の本塁打王を確実にするなら一本でも多く、上積みしたいところだけど、故障を抱えたままの出場で悪化させたり、新たに故障するリスクを考えたら、休んでしまった方が良い。10勝投手が本塁打王なんて、現代野球ではありえないことだ。だが現実だ。他にも三塁打、塁打、長打率、出塁率、OPS でリーグ1位の記録、こんな選手を見られることに感謝しかない。大谷の出ないエンジェルスの中継は見ないでしょう。このチャンネルでは、大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。